はい、来ました、ネギタンメンの天津飯セット。京都へおいでやす、どうミスター京都、あっきです。はい、本日は近鉄大久保駅の前にいるんですけども、こちらへですね11月1日に、新店舗がオープンいたしましたんで、今から向かっていこうと思います。今日行かせてもらうお店は、タンメンのお店で、波の花っていうお店なんですけども、いや、むっちゃあっさりしてて、もう鶏ガラのスープが効いてむちゃくちゃ美味しいっていう風に聞いてますんで、はい、本日は早速向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴールズの、行ってきます。あいにくの雨ですが行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。はい、ということでやってきました。本日は近鉄大久保駅前からお届けさせていただきます。店はちょうどね、この向こう内のあっこにあるんで、はい、出てきます。ちょっと撮影できるかどうかわからへんけど、発信入。いやー、このね、ここはタンメン食堂波の花さんって言うんですけど、いや、僕の知り合いからも非常に評判が良くてね、ずっと来たかった店で、結構綺麗ですよね。はい、11月1日オープン。よっしゃ、撮影許可いただきました。はい、うまそうですね。いろんな定食があります。本日昼飯2軒目です。はい、近くまで来たんで来ました。行ってきます。はい、ということで行ってくるぞ、タンメン食堂波の花。いやー、どれか迷ったんですけどね、どうでしょうかね。ちょっとこの天津飯うまそうやな。でも唐揚げチキン南蛮とかもうまそうです。迷いまんな、これ。黒か白、塩か醤油も迷いますね、これ。オーダー貼ります。白ネギ、塩ネギ。はい、ということでやってきました。本日は近鉄大久保駅前の美味しいタンメン、タンメン食堂波の花さんからお送りさせていただきます。いやー、いろんなメニューがあるんでね、何をしようかなって迷ったんですけどね、もうせっかくなんでね、塩のネギタンメン、ネギタンメンに天津飯のセット280プラス、はい、それ注文しました。ほんで白か黒どっちが人気かって言ったらやっぱり白みたいなんで、はい、塩味になると思うんですけども、はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、来ました、ネギタンメンの天津飯セット。天津飯むちゃくちゃうまそうやろ、これ。芸術的な天津飯ですね。むっちゃうまそう。ほんでタンメンもニンニク入りとなし選べて、今日はニンニク入り。これむっちゃいい匂いしてるんですけどね。波の花ってどっかにあったかな、亀岡の方にあったんですけど、別やと思うんですけどね、亀岡にあったと思うんですけど、うまそうですね。食らっていきます。このいかにも野菜たっぷりの体に優しそうなスープを、これうわ、うまそう、これめっちゃうまそうだな。始め、うまみがめっちゃ詰まってんだ、これ。ニンニクのいい香り。熱々提供。
野菜の旨味がすごいな。しばらく飲み続けられますね、これ。うまいな。ネギラーメンって野菜もたっぷりですね。このホルモンラーメンも気になったんですけど、今日ちょっとさすがに2軒目なんでね、もうそんな食べれませんわ。キャベツに豚に、いやいいじゃないですか。豚肉も結構入ってんな、ゴロゴロしたのこれ。麺も見ていきましょう。麺、おお、皆さん見ないうちに麺から麺あげるじゃない。細めなんですけどね、コシがあってうまい麺や。もうこの優しい塩味をね、しっかり吸収させた細麺、うまい。これは絶対体にいい。じゃあこの芸術的な天津飯、これを、うわー、うまそうやな。中にしっかり米が詰まってて、これ、うん、うまそう。しっかり味がついてるわ。しっかり味がついてる。卵もふわふわで、もう中華料理屋の天津飯も負けてない、そんな感じですね。うん、うまいわ。もう非常にあっさりしてて、ほんま食べやすいよこれ。結構ね、あのお客さんもね、もうほんま若者からお年寄りまで来られてます。なんかこのスープ、椎茸のいい香りがしてるんだけど、椎茸とか入ってんのかな。胡椒です、胡椒ですね。これ最後ラー油とか入れてもうまいかもしれんな。白菜大量、白菜大量ですわ。これはヘルシーで食べやすい。もう大久保駅近辺で飲んだ後、電車に乗る前とかにもいいかもしれないこれ。この豚肉にね、スープのエキスが滲んでめっちゃうまい。タンメンとかもうまそうやな。絶対ワンタンで買うわ。
いやあっさりしてるのがもうすごいコクが詰まってて、もう塩味がその素材の味を十分に活かしてる、そんな感じのタンメンじゃない。もう野菜の旨味と鶏ガラの旨味、あとなんかね、椎茸みたいな旨味も感じるんですけどね、まあ、入ってるか入ってるか分からんけど、いやほんま美味しい、食べやすいタンメンでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は近鉄大久保駅前の新店舗、タンメン食堂波の花さん行ってきました。いや、うまかったですね。あっさりしてるんですけど、すごい深みとコクのある、はい、ほんで塩味で十分に野菜のうまみやら鶏ガラのうまみが生かされたタンメンになってましたね。いや、うまかったね。あの細麺がまた合うね。ほんで後から店員さんに聞いたら、なんか亀岡にある波の花さんとなんか系列も一緒みたいな感じでしたけどね。はい、こういう感じで大久保駅に新店舗、タンメンの新店舗がオープンいたしましたので、皆さんよかったらぜひ食べに来ていただきたいと思います。この辺で飲んだ締めにも最高ですね。このラーメンは飲んだ締めにも最高。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。ありがとうございました。うまかった。